こんにちは、速稼塾の久保です。花井信さん、隠居の流儀はね、確か2015年にまとめたやつだったかなと思うんですけども、実はですね、専門チャンネルにあったものを一旦ダウンロードしてきて、そして再生数がゼロになったものをアップロードし直したんですよね。あれってのは全部でね、41話あって、41日間、まあ、いわゆる速稼塾に入門しようとする人をね、洗脳するために用意していたやつなんですよ。洗脳というとなんかすごくいやらしい言葉に聞こえますけども、あの気持ちで本カリキュラムに取り組まないとやっぱやっていけないんですよね。月収100万とか200万とかっていうのは目指していけないんですよ。例えば継続できないとか、ビジネスよりも大切なものがあるっていう風な思考になっちゃうとかね、だからビジネスが確立した後でビジネスが2番手3番手になるのはいいんですよ。でもお金に困ってる人がお金を稼ぐことを一番に置かなければ、それはお金がないまんまで過ごしちゃうなっていうところがありますんで、その隠居の流儀ってものはね、かつて41日間合宿みたいな形でお送りしていたんですけども、あれを隠居の流儀ということでね、ちょっと古い動画なんですけどまとめたものです。まあ、前世の私がですね、最初に1億円稼いだ後にそれをまとめたんですよね。その稼いで突っ走ってる時にいろんな思考に出会ったものをまとめたものがあれになったんではないかなと思うんですよ。ですので私が実績を出した後に、振り返ってこういう考え方だったんじゃないかなというふうにまとめたものが41本あって、そのうちの一部を今回ね、出しているって形なんですけども、評価していただいてありがとうございます。あれが途中で見れなくなる人には、速稼塾のちょっと上級コースをね、紹介していなかったんですよ。当時は、今もそうですけどね。で結局最低限やることができない人に次のハードル与えられないですから、FX の基礎講座っていうね、やつも10月から3ヶ月やってたんですけども、これに耐えられなかった方には中級が売れないんですよね。でも大抵の工学塾っていうのは、その取り組む人のレベルを無視して、そのカリキュラムを作った人の押し付けで一部ね、売りつけられちゃってるんで、相互が生まれるんじゃないかなと思うんですよ。例えば能力の高い人はカリキュラムを十分活かして結果を出す。そして、まだね、そのレベルに達してない人が闇雲に買ってしまったら、ちょっと難しくって、基礎ができてからなら使えるんだけども、基礎ができてないから、ちょっと教材自体が無駄になっちゃったみたいなね、そんな齟齬が生まれてると思いますんで、私はね、まずはね、ポイントサイトとかセルフバックっていうのが、きちんとね、3ヶ月とか、それから、まあ、半年とは言わないんですけども、例えば目標売上50万だったら、50万ができる人に対してだけアフィリエイトとかね、次の段階を伝えていくっていうふうにしないと、まあなんせ仕事のくせに毎日やらないっていうのが起きちゃうと、まあ無理なんですよね。だからそういう意味でね、隠居の流儀まだまだありますけども、思考を本当にね、マインドセットしていくために、作られています。ブレインバスタープログラムっていうね、超高額なやつがあるんですけど、80万とか言ってカリキュラムがかつてあったんですけどね、このブレインバスタープログラムはものすごいわけなんですよ。私も自分で思うんですけども、よくここまで人の頭脳をね、まあ超否定して作り変えることができるもんだなと。私もだからね、なんか宗教家のなんか洗脳教育の、ね、一環を やっていけるんじゃないかなっていうぐらい、当時はトークが冴えていたんですよね。で、お金のことなんですけども、やっぱりね、やることをやったらね、たった一人でも月に10万とか20万とか30万とか、これ稼げるんですよ、やることをやってればね。で、まあやることをやるだけで月に100万ってのはみんな行くと思います。これはまあなぜならね、どっかで会社員で勤めてる時でも給料は20万だけども、社会保険やその他の会社の一人の人を雇うための体裁を整えるためには、そのコストが3倍ぐらいかかってるって言われてるんですけども、会社を経営して人を雇ってると本当にそうだなと思うんですよ。一人の人を採用するために採用コストがかかってるんですよね。で、その人を仕事ができるようにするためには教育コストがかかってるんですよ。その上でその人が勤め続けるためにはランニングコストがかかってます。上司も当てがっておかないといけないし、部下もつけないといけないし、同僚も出さないといけないし、職場を与えないといけないし、制服も貸さないといけないとか、もうさまざまなね、コストがかかって、その上で教育も施した上でお金まで払わないと、その人は会社員としてやっていけないんですよね。だから経営者として従業員を雇った時に、給料10万払うってことは30万払うことだっていうふうに覚悟しないとできないもんだなっていうのが、私のその経営者で人を雇った時の感覚ですよね。だからね、粗利をね、高くしないといけないんですよ。それが飲食店とかやっちゃうと、粗利がせいぜいね、4割とか5割とかで止まっちゃうんで、これはきついですよ。場合によってはね、2割3割で薄利多売やってる飲食店もあるんで、そんなん続くわけないですよね。だから飲食店とは言っても粗利は9割ぐらい入れていかないと、
それはロスもあるわけですから、ロスが大体ね 15% とか出るわけですからね、まあこういうことを言い始めるとちょっと長くなるんでこの辺にしておきますけども、事業をしてるっていうのはね、いろんな意味で学びもありますし制度的なメリットもあるわけですよ。例えば私は株式会社をやってますけども、株式会社っていうのは経費が認められるんですよね。全てのキャッシュアウト、お金を使ったものに対して経費ってものをまずはこうね差し引いた上で利益っていうのが出て、利益に対して残った利益に対して課税なんですけども、個人事業主をはじめとする無登録の業者さんっていうのは、個人事業主さんっていうのは売上げた全体に課税がされて、で税金を引っこ抜かれた後で残ったのでなんか必要なものを買ったりとかしないといけないんで、キャッシュフロー的にも結構きついんですよね。まあ顕著に現れているのが自動車ローンなんですけども、車を買うときってやっぱりね、高級車をローンで買う社長が多いのはそれはね税金的にすごく有利だからなんですよ。もちろん車がいらない人がわざわざ高級車を買っちゃうと全然意味がないんですけども、どうせ買わなくちゃいけない車であるなら自分の好きな車を買って税制的にも有利に運んでいけるってことはありますよね。でもあんまりこれやりすぎると元も子もなくなっちゃうんですよ。だから会社の経営で一番いいのはなるべくお金を使わずに税金をきっちり払ってキャッシュを残すことなんですよね。だから経費だからといってお金を使えばお金がなくなって手元にあるお金が減るのが確かなんでね、この辺のバランス感覚が非常に大事です。はい、それで通帳ですよね。お客様にお金をお支払いいただくと、私は未だに銀行振込しかやってないんですけども、通帳に名前が出るんですよ。だからその人のことを思いながらそのお金、数字っていうのを心に留めることにしてます。ビジネスっていうのはそういうふうにですね、いろんな場面で自分が一人じゃできないんだってことを教えてくれて、ますます自己否定感っていうんですかね、いい意味での自己否定感に私をもうつけてくれるんですよね。でもまあ私は元来いい気になる方なんで、それでもね、ちょっと鼻をねくくってしまうんですよ。だからそうならないようにいつも穏やかに、まあ、学ばせていただいているという意識でやっていかないといけないなというふうに感じています。まあ、花屋レモンさんとのやり取りっていうのもね、私が本当にまっさらな気持ちでなるべくできるように自分の心を律していってね、本当同じ目線でやっていければなと思っています。客観的に見ると私ね親子みたいな年齢差ですからねなんかちょっとねすごいなと思いますよね。だからこれができるのもきっと YouTube のおかげさまさまなんですよね。年代を超えて同じように同じ経営者として、同じビジネスマンとして、同じチャレンジャーとしてね、同じ方向を向いていけるのかなと思います。さあ12日なんですけども、お車でいらっしゃる際はですね、私の家の前に停めていただいて大丈夫です。そうです、駐車場をね開けることもできますんで、お車でいらっしゃる際はぜひその通りお車でいらしてください。私の住んでるところはね、路上駐車っていうかあんまりキツキツしてないんで割とフランクでございます。まあ、近所の方にだけね分かっていただければ、まあ、近所の関係もいいですから私は、はい、ということですね。今回はそんな形でまとめさせていただきました。隠居の流儀、残りも楽しみにご覧ください。そして隠居の流儀をね、他の皆さんご覧になって、もしねこの考え方に同調できるなと思いましたら、まあ、速稼塾のカリキュラムが向いてるってことだと思いますよ。この何ですか、隠居の流儀って本当にね難しいこと言ってるんですよ。だからこれはちょっと意味が分かんない、レベル高いなと思う方はやっぱりセルフバックをしっかりやった方がいいと思います。まずは実績を作ってお客様に商品を届けるってことを通じて、あ、自分の資産っていうのはこれなんだっていうふうに気づくものが何点かあると思うんですよ。そういうことをお話しています。それではいってらっしゃい。